カエルさん。はい。どうしたの？怒ってんだよ、私は。なんか急に動画撮ろうって言われてもさ、企画も言わんとさ。怒ってんの。怒ってんの。うん。うん。なんか俺した？あのさ、あの公認実況者のなんかアイテム出たでしょ？ストラップ。はいはい、出た。さ、うん、私持ってないんですけど。確かに。持ってないの。あ、持ってないね。うん。家族なのに。家族なのに、私ね。うん、欲しいの。コードください、ね、コードね、コードください、うん、コードも終わったな、その生放送な。リンクどこから入ったらいいですか？それキッズリスナーだな、それな。リンクどうやって、うん、どこにあるんですか？リンクどこですか？それキッズリスナーだな。ねえ、こっそりください。誰にも言わないから、こっそりください。配信のコメントで言ってもな、それな、うん、こっそりください。キッズリスナーだな。でもあれ金券かかるよ、お金かかるよ。私ね、うん、普段は課金嫌なのよ、うん、お金だからさ、うん、家計があるんでね、はいはい、嫌なんですけど、うん、家族なんだから、ほうほう、持ってたいよねっていうのには課金してもいいんじゃないかなって。あ、だってさ、ね、私コードないんだもん。コードないんだもん。コードあったらさ、もらえてたよ。だけどコードないんだもん。ずいぶん前の生配信だな。ねえ、コード配ってたね、確かね。コードくださいよ。コードはないけど、口頭で言ってほしい、うん、そしてコードいいよ、キッズリスナーじゃん、それ口頭で言えよって。口頭で言ってよ。 PC 勢が有利だって、うん、やっかましやもん。そうだね、そこはちょっと確かに全然考えてなかったわ、うん、でしょ。カエルさんがそういえば持ってねえなって。私いつ言ってくるかな、いつ言ってくるかなと思ったの。全く考えてなかった。カエルさん、あのストラップね、うん、買うっていう言葉をさ、うん、待ってたよ。全然考えてなかった。冗談じゃないよ、うん、私も欲しい。そんな動画です今日は。需要あるか、これ。ありますよ。で、買おうか、とりあえず。うん、とりあえずね、ガチャで今回来てるんだよね。はい。ただ、あの、買えるんですよ。買えるの？ショップで買えるから、多分ガチャで引くよりは圧倒的安い。あ、そうなの。うん。あ、じゃあだからショップで、うん、購入しちゃった方がいい。ただ、ストラップを持ってるだけじゃならなくて、ならないっていうか、つけらんなくて、うん、銃がね、限られてるんですよ。へえ。うん。なので、うん、その銃に関しては、うん、銃チケットがないと手に入らない、この銃なんですね。あ、そうですか。だからこれに関してはガチャを引かなくちゃいけない。まあ、じゃあ行こっか。まあ多分5000円ぐらい出ると思うよ。5000円 ?5000円ぐらい出ると思う。高いなぁ。高いなぁ、まあ。とりあえず課金していきましょうか。はい。はい。じゃあとりあえず1万円分。1万円分、ね、あのほら、マスコットも買わなくちゃいけないから。あ、そっか。はい、笑顔でね。バン。めっちゃ笑顔。素晴らしい笑顔で。はい。で、これで、入りましたと。じゃあこれ買ってきましょうか。珍しいね、でもね、カエルさんがね。そうよ。ここにほら、はい、あるよね。あ、俺の。ありますね。で、ちょっと待って。なんでこれ180円じゃないの？180円。あ、金券ね。うん、金券、180金券ね。うん。おかしいね、これね。なんで高いの？マヒトさん180金券で、俺が1280金券。これはね、なんでだよ。これ、荒野の闇です。180円じゃないんですか？そもそも180円ではないけどな。そうなの？うん。これ360円な。あ、だいたい倍にしなくちゃいけない。あ、そっか。っていうことは2500円ぐらい。これね、買った方がでもね、安い、ガチャで引くよりは。あ、そうなの、うん、購入しちゃいましょう、うん、いいの買って、うん、まあ、でもなんかどうせさあ、まあ買いましょう。あ、ほら、かわいいね。かわいいね。完全に俺の顔とはかけ離れてるけどね。うん、かわいい顔してるで。かわいい。いきますよ。はい、じゃあボーン。もう一回ボーン。しつこいなこれ。おい、すごいね。手に入りましたね。ザ・ジョーカー。ジョーカーちょっと謎な、意味わかんない。あ、そうなの、ね、しかもこの仮面の名前ジョーカーじゃなくて微笑み仮面だから。ジョーカーどっから出てきたのわかんないけど、まあまあジョーカー。ありがとうございます。だからこれさ、俺思ったんだけど今、うん、あのカエルさんどうせ、うん、M27 知らないでしょ。知らないです。だからこのストラップだけ持っとけばいいんじゃないのっていう。バン、つけたいの。結構こっからがあの、うん、笑えなくなってくる可能性が。そう、あなたあれ覚えてる？フェアリーテールのドラゴンを取った時のガチャ。生配信の。生配信、はい、あの35万円ぐらいかかった。かかったね。あのニックキーガチャを今から引かなくちゃいけないの。そうだ。でもさ、うん、こんなことないじゃない。ゲームの中にアイテムが入るってないよ、生きてて。 ないでしょ。ない。家族としてはさ、うん、記念にね、うん、もっと着たいっていうのが家族の思いですよ。出そうか。行きましょう。じゃあ行くか。うん。できればこの残った金券だけで。誰？バラ、ありがとうございます。誰やねん。ガチャ。ガチャ。で、ね、俺ね、まあ、最初これ無料で、うん、無料、無料でね、ね、まあ、運試し。運試し、はい。うん、ないや。まあ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 、まあ、はい。
れどのガチャで引くんですかね。今ねどれがいいんだろうな。これは入ってないよね、トレーニング物資も M27 ないんだよね。ただ11系を被らせることは可能だけど、うん、まあまあ確率は低いな、それ考えると。10チケットにしなくちゃいけない、10チケットもしくは直接出さなくちゃいけないんだけど、うん、これかな。ややこしいね。ああるあるある、2種類もある。あ、そう、全部で 0.3%。 これ青なんだ。うん、うん、青いやつ。あれカエルさんこれ持ってなかったっけ。わかんない私、なんワンチャンこれあったらチケットになるけど。なんちょ待って、これ何、私ガチャとかやってませんからね。ガチャやってないよね、これ何で持ってんのこれ。なんか当たったんじゃないかな。当たったんじゃないかな。いや無料ので、猛虎先方版。じゃあ10チケになる可能性も、あ、これ相当高いぞ確率。これか、うん、この青いやつ、うん、出ればもう勝ちゲーです。出せばいいんでしょ。すごいよ、 0.5% だよ。ほぼ勝ち確。あ、そう。で、しかも今16枚持ってるやん、栄光節勲章。あ、持って貯めてた。これはもう勝ち、もう4000金券あれば十分でしょう。いける？いける。じゃあ行くよ。取れよ、無駄金使うんじゃねえぞ、無駄金、うん、もったいないから1枚は。行くよ。もったいない。は？ちょっと なんか腹立つわ。私の時だけそうやってやってさ、1枚もったいないじゃないよ。1枚もったいないから。なんていくら使ってんねーの。ポン来い。うわ、綺麗な紫の景色。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ行くよ、次、うん、カモン、はい、もう来い。あー、ひでえガチャ。なんかすごい、ちょっとカエルさんの引きを、紫カエルさんの引きちょっとヤバくない。行くよ、うん、これで700球。ポン、ほい、お願い、頼む。もう、ちょ待って待って、左からめくってこう、手の手のちょんちょんちょん触って、ちょん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 、はい、あー、しかもスーパーレアやん。これ何、いや今来たらと思った。はい、どう、お願い来い、お願い、うわー、もう大丈夫かさ、ちょっとこれ、これが引こうか。あ、引いてみ。俺引くと当たっちゃうから、うん、もう最近めっちゃ調子いいから。はい、ポン、はい、ごちそうさまです。はい、お疲れ様でした。と入った。何、おい、来た、マジ来た、マジ来た、ちょっと待って紫からあれめくるわ。ちょん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 、飛ばして飛ばして、ベッピンさん、ベッピンさんと、右下のやつはスーパーレアだからもう手軽に見ちゃって。これね、これね、全然違う、これは違う、これは違うな。でも持ってなかったんかな。次ここよ、ここ、ここね、重要。もう来たら終わりだから、これ。そっか、俺やばいよ、来たら。行くよ。はいはい。え、嘘でしょ。そういうもんなんだよね。ちょっと引き頼むよ。あ、じゃあ勝手にポンって言われた、うん、あ、いや、そうだから、わざわざ出してなかった。わざわざ出してない。カカッカッカッカ、勝手にポン。あ、お前来ないじゃねえか。あ、ちょっとね、引き悪いな、あなたな。え、なんで。いや、歌が悪いんだろ、そんなの。カカッカッカッカ。あのさ、あの基本的にカカッカッカッカって、あの、そう、なんか、なんつうの、 DJ の ミキサーとかでやるもんだから、うん、あの、編集大変かなと思って、うん、ね、自分のさ、声でカカッカッカッカっておかしいでしょ。はい、じゃあ、さっぱりいけない。おぉ、マジで、マジだよ、これ。これマジで来たら、もう紫はもう、うん、これ見てる視聴者さんたちも1万円あればセットでもらえるんだっていうのが分かるから、これ。あ、そうだよね。実証してください、それを。で、こっちからね、はい、上から、はい、まあこれゴミですね、ゴミ、ね、ゴミ、ゴミではないな。いやー、頼むぜ、ほんと頼む。ボン、ボン、おー、おー、これまだ、やったー。おー、おー、すごいすごい、ランボ卒業だよ。ランボ卒業だよ。ランボ卒業したよ。なんでこれ、ちょっと想定外すぎるんだけど。え、すごくない。ランボ卒業、ランボ卒業だよ。すげえ、おめでとう。ありがとう。ただね、これね、うん、ランボより弱いんだよね。え、ちょっと。いや、でも金の枠の車に関してはもう間違いなくその通りです。ランボより弱いってランボのが強かった。ちょっとすげえよ、これでもすごいね。やっぱ私持ってんじゃないかって、さっきの歌聞いたんじゃない。カカカカカカマジで、うん、じゃあいくよ、うん、カカ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 、勝手にポン。この景色がこれ行った時のこの景色の辛さ、もうさ、なんか金車は良かったんだけど、うん、金銃ないよ今回は。銃出ないんじゃないのこれ。銃のが圧倒的出やすいんじゃん。そうなの。じゃあいくよ。そろそろ金券なくなんね。いや、ない、わからん。いくよ、もう一回じゃあ、うん、はい、ああ、どういうことだよ。はい、じゃあまたあなた笑顔ね、
それでまあとりあえずこれもこれでいこう。1万円じゃ無理じゃん。でもなんか金車出たな。ちょっと待てよ、カエルさんの端末にあんま課金したくねえな。冗談じゃないよ私。だってさ、課金したのあなたが、うん、ということで回す、うん、行きましょう、うん、そろそろ当てよ。もうだいぶ引いてるよ。せーの、ポーン。頼むこい。うわー、2個。おこれもう来たんじゃね。やばいよ、紫も開けてくよ。引き強っ。紫開けてくよ。このおばさん引き強っ。すごいべ。行くよ。行こうか、一個ずつ行こう。で左から行く。お願いお願いね、くるみに。ちょっとさ、頭いらないんだよ。セットだったら。セットだったらマジで泣く。トップスパンダだったら本当ひどいよ。行くよ。お願い。はい。あ、え、ダメなの？十だよ。どうも。十だけどこれ違うんだよ。違うの？ダメなんだ。そうだね、ちょっと違うんすよね。ってことは今 AK の先鋒版出たから、これ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 4種類に増えた。だいぶ上がる確、もう当たる確率はもう本当にすごいよ。マジですか。本当すごいよ。じゃあ行くよ。行こうぜ。せーの、はい、頼む。引きは絶対いいはず。おお、来たんじゃない。結構いいぞ。でも本当に上下から上下から攻める栄光星勲章とは思えないこの引き。行きましょうか。お願い。はい。おお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 おでしょ。まずちょっと確認しよう。一回確認。まだこれ OK をしよう。OK。十一回。クリア。やった。ああよかった。もう熱くなった。金車も取ったからね。そうだよ。すごいね。すごいです。あとパラシュートすごいんでしょ。うん、パラシュートもすごいよ。パラシュート俺だけど。どうでも。え？俺だけどなパラシュート。私のもんですよ。まあそうだけどね。これどうしたらいいんですか。これでショップに行きましょう。まずショップ。おお、探検か。探検しちゃってくださいよ。おはようございます。よっしゃ、重機あ選べるよ。ジェードビューティーっていう緑のやつか、うん、あの一般的にあるこのどっちが人気なの。みんな持ってんのはこっちだね。じゃあ私緑。緑はあんまり持ってる人少ない。緑で。緑がいい、うん、カエルなんでね。あーカエル、さすがだね、うんうんうん、じゃあこれ購入してください。はい、いきます。これでいいの。はいはい、おめでとうありがとうございます。すごいじゃん。これでいや結構少額だったね。1万1万と720金券ぐらいだったよね。うん、サクッといったよね。まあ、ほぼ1万円でしょ。ほぼ1万円でじゃあ揃えられるよっていうことなんだ。ってことだね。まあ高いけどな。高いよグッズ1万円で高いけど。無課金でやってんの。無課金の人は。さあ確かにな、確かにな。さあ着きました。戻って見てみよう。おお、じゃあちょっと集まりましょうか。いい集まりましょう。いい集まりましょう。カエルさんどこ行こうか。もうとりあえず M27 を2人とも取りたいよね。うん、マジでちょっと銃がなさすぎて。バン銃がちょっとなさすぎて。つけたいのにさ。ねえ、どうしましょうっていう。せめて今回27を取って、うん、終わりたいという気持ちは。車もあるしね。そうだな、うん、探検家取ったよね、あの最強と言われた。そうもうあのランボじゃないよって。ねえ、罵られた。バン。そうよ。来た。いいじゃん。いいねいいね。これね確かね頭ほらこうやってできるんですよ。おすごっ。かっこいいでしょ。かっこいい。あーやばい、車来た。来た。いや村幕来たよ村幕。ガチでちょっと待って、これ飛ばすわ。撃ってきてる撃ってきてる撃ってきてる。やめろ、ほんと下手くそ。この車そしてポン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 跳ねるな。家入ろうか、ね、やばいやばいやばい。あ、うん、あちょっとおい、やりやがったな。おい、冗談じゃないよ。 M27 取るまで俺たち負けらんねんだよ。はいはいはい。安倍氏。安倍氏。ちゃんと言わないと。うん、確かにな。うん、安倍氏。確かに確かに。俺に任せとけ、はるパパに任せとけ。文句があるなら俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕かればって流しとけ。最高にクールな時間の始まり。Listen on the country, ホログライスステージも淡いライトで。